自分軸から生きる、自分らしく生きるってのは、わがままに生きるんじゃなく、素直に生きること。Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、Oh my god。よっぴたこぴよっぴかわたかぴろチャララン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 チャラ悟りました。こんな俺やけども悟りピラかせてもろうてますね。悟りピラくっていうのはそんな大層なことじゃなく、素直にパートをおっぴろげて生きてるよってことね。ついでにあっちもおっぴろげちゃおうかっつってね、あそこは聞かないですね、そこは聞き流してみたいなね、感じで今日も楽しく進めていこうかなと思うんですけどもね。ありのママの姿見せるのよ、ありのママの自分になるのつってね。またこれ音程がねもうブレブレでね、カラオケ行けばもうちょっと上手いんだけどね。まあそんなに知るかみたいな話だけどね、どこで背伸びしてるんだって話なんだけども、あのありのままの自分になるっていうのはね、わがままな自分から生きるとかさ、そういう意味じゃなくて素直に生きるね。素にまっすぐと書いて素直。日本語すごいね。ジャポネーズすごいね。素直に生きるってことですよって。だから悟りを開くっていうのは、素直に生きることを指し示してるんで、自分軸から生きるとかね、自分らしく生きるっていうことで迷ってらっしゃる方も、ゼピゼピ悟り開いちゃって、あっちもおっぴろげしちゃって、あー、楽ちん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 、フルちんちん、チャラ悟り人生楽しむよ、つってね、楽しいよ、つってね、生きてもらえたらな、と思います。ね。で、自分軸っていうと、本当になんだろうね、これがやっぱり自分らしさなんじゃないか、自分の軸っていうのはこれなんじゃないかみたいなものを探し求めてしまいがちなんだけども、そうじゃないんですよね。逆に、外していくというか、手放していくというかね、こうでなくちゃいけないんで、ああでなくちゃいけないんだ、みたいな、そういう堅苦なね、頑固な思いっていうのは、これ、防衛本能なんですよね。防衛反応って言い方でもいいんだね。インナーチャイルドみたいな言い方もしたりするんだけども、それっていうのは、過去の体験からね、自分にもこんな感覚を味わわせたくないよってね、しまい込んでこう否定してった感覚、体の、そしてそれに付随した気持ちっていうものを見ないためにね、一生懸命感じないために、いやそうじゃない、私はこうなんだみたいなね、くっさくっさやるかくっさみたいな、はぁ、ジャブジャブストレートみたいなねちょっとよくわかんないね、ここね、なんだかさっぱりわかんない振りが出てきましたけども、何もオチにね繋がっていかないんで、これ何の伏線でもねからさ、ね、所詮売れなかった笑い芸人なんでね、伏線張るとか全然できないのね、伏線回収とかねいいとして、でね、ありのままの自分から生きる、素直に生きるっていうのは何ぞやっていうところになってくるんですけども、実はこれが本当に超シンプルで、まんまをまんまただ見て生きるっていうだけなんですよね。ちょっと今言った通りさ、過去の体験からこんな体の感覚をもう味わわせたくない、こんな気持ちに自分をさせたくない、そういうことから思考がぐるぐる回って、私は本当はこうしたかったのみたいな、クソがみたいなね、私はもうそんなの絶対嫌だみたいなね、あもういい仕事もやめる、もう全部やめるやめるっつって、ね、そうすれば楽ちんちんちん人生になれるんでしょっつって、いやいや破綻するべっつって破綻したべよっぴーもっつってね、会社潰したべっつってね、ただそうやってね、真面目にやっぱりこう取り組みすぎちゃって、知識にこう惑わされてしまうお気持ちはよくわかります。もう本当に僕も、そのうちのね、一人でしたからね、中心メンバーでしたからね、そのうちのね、スピリチュアル難民のねで、なんていうのかな、自分軸、自分らしさだからね、言ってる通り、そのこれが私なんだ、これこそが私の人生なんだみたいな、なんかね、それって言葉にするんであれば、やっぱりご縁が運んできてくれてるわけですよね。だから目の前にこうオープンヨアアイズつってね、目を開いていけば、パートをおっぴろげていけばね、実はすでに運ばれてきてるんだよみたいなね、ことに気づいていくね、それがさ、なんていうのかな、自分軸を生きる、自分らしさを生きる、なんかその固くなな感じじゃなくて、もっと緩んだ感じ、リラックスしていくと、あらやだ、運ばれてきてるじゃないの、いろんなことが、いや、いいって感じることも、嫌だって感じることも、どっちも運ばれてくるんだけども、命が自分を自然と変化させて、成長してくれるじゃないの、嫌だみたいな、うわ、自動じゃんみたいな、オートマティックラブじゃないみたいなね、It's automatic ってね、もうひどいね。本当に宇多田ヒカルに謝った方がいいなと思うんですけども。まあ、そんな感じですよね。だから、
ありのままをありのままね、まんまをまんまただ見るね、もう少し具体的に言うんだったら、自分の中に湧き起こってくる思考や感情、体の感覚をすべてそのまま見るっていうことね。ただね、本質は体の感覚なんですよ。体の感覚をただただ見るっていうことで、体の感覚を見てる時っていうのはもうそれと一つになってる状態なんですよね。そこになんかこういう体の感覚はこういう感情なんだよなみたいな、胸がモヤモヤとかってするのは、あ、これってなんか不安っていう感情だよなとかっていうのはね、もう感情っていう、なんていうのかな、一つのカテゴリーね、いろんな感情あると思うんですけど、そこにこうレッテルというかさ、を貼った時点で思考になってるわけなんですよね。だから厳密に言えば、ただ感覚をありのまま味わって生きていくみたいなね、ただ見ていくみたいなね、感じ、あの無理して味わおうっていうことではなくて、ただ自然と起こってくるから、それを拒否せずに受け入れて認めて抱きしめてワンネスラブってことね。これは今、あの、お前ごとサロンでね、毎朝、あの、まんまをまんまただ見るっていう瞑想をね、30分間みんなとやってますけども、もうそれやってる人たちはね、体感覚で知ってるというか、あ、だって自分でコントロールして湧き起こしてるわけでもない感覚を、なんで今まで排除しようとしてたのかみたいなね、あの、心地いいなっていう感覚も、不快だなって感じる感覚も、どっちも等しくフラットに、ね、両方ともウェルカムして、ただただ、まんまをまんま見ていくっていう。それだけ？そしたら変化して消えていくから。あの、それをね、堅くなに嫌だってやると、ずっと持ち続けてる状態で思考が、嫌だって、こういう人生、私は、これが自分軸なんだ、私なんだ、私、これ私、みたいな。それがあの、わがままな人生ってやつね。こうしてもらえなかったから、今度こそ私はこうするんだ、みたいなね。誰かに本当はこうして欲しかった。お父さんにこうして欲しかった。お母さんにこうして欲しかった。あいつにああして欲しかった、みたいな気持ちを、ただ感じ切っちゃえば、それは、なんていうの、変化していく、浄化していく、成仏していくみたいなね。言い方でもいいのかな。で、消えていくと、その奥にさ、体の感覚があって、その感覚もただただまっすぐ見ていくと、それも変化していって、その体の感覚の奥に、何言ってた今、体の感覚の奥に、ワクワクするとかね。そういう感覚も実は潜んでますよ、つってね。でもだからといってなんかワクワクにばっかりしがみつこうとしなくていいんだよ。どっちも等しいんだから、ね、心地いい感覚も不快な感覚も。で、それをただただまっすぐ真ん中から見てるのが本当のお前。要するに、なった？オーマイゴッドってこと。お前が神出せってこと。ね、お前が神出せ、つってね。色っぽかった？色っぽくはないね。そういうこと。ねえ、だそれが違う言い方をしたら、愛なんだぜってことね。すごいよね、僕。こんななんかチャラい言い回しなのに、マジ本質ズバリ言っちゃってる自分にビビリビビリみたいなね。ビビビ、あ、ビビ、あ、ビビビっつってね。電気ショックっつってね。何これみたいなって感じなんだけど。まあそんな感じで、自分軸っていうのを追っかけるんじゃなくて、なんかこうだ、ああだ、こうじゃなくちゃいけなかった、ああじゃなくちゃいけなかったとか、こうして欲しかった、ああして欲しかったっていう思いを全部すっぱだかになってね、ハートフルオープン、フルチンになって自分にさらけ出してごらんって。そうしたら初めて自分のね、思考や感情の奥にある体の感覚をただただまっすぐまんま見れるようになるから、そうすると人生っていうのはいろんなご縁によって、あ、これが自分の進む道なんだなってことが見えてくる。それが自分軸。ね。そうすると、軸に合わせて生きていくから、いや、なんかいろんなご縁が来るけど、あ、なんかシンクロが起きたみたいなね。あ、このタイミング的にギリギリだから、これはやっぱりエントリーした方がいいんじゃないかとか、なんか無理して、あの、自分のニーズというか目的と合わないのに、繋がる必要はないから、あ、それはちょっとご縁がなかったですねっていうことで、断るのもご縁だからね。なんか何でも来たものがご縁だみたいな感じで言ってるのも、すげえバランス悪いじゃないですか。それこそスピ難民的じゃないですかね。シンクロ起きたからみたいな。そうすると幸運が舞い込んでくるみたいなね。そういうことではないんでね、別に。あの、自分で選択できるんですよ。どっちでも OK っていう感じになるのが、自分軸が整った状態。そうすると、外側の意識っていうものに、あの、外側に向いてる意識っていうものが内側に向いてるから、自分で、自分の、まあ、心地よさというかね、自由に選べるよっていうこと。ね。すげえシンプルなんです。だから、自分軸、自分らしく生きたいってことは、悟り開いちゃう。要するに、ハートをおっぴろげて、素直に生きちゃえよっていうこと。以上でございますね。それはね、これ思考では絶対できないですから。あの、心、体、魂、三位一体的なことなんで、ね、すげえシンプルなんだけど、思考がバリ強い状態の時は、これはもう絶対に無理なんですよね。
体を緩めていくことが大事。エネルギーを循環させていく。そのためにはお前というね、お前を生かしてくれてる命ね、命と一つにつながっていくね、命も神っていう言い方をしてもいいと思うんですよ。だから結局お前っていう神とつながっちゃうよってことで今日も終わっていこうかな。じゃあ元気よくいっちゃいましょうか。オーマイゴッド、ほんとお前が神だぜってことを忘れないでくれな。チャンネル登録&井の谷ロピコお願いピマーす。今日も可愛い子、これが神様だよ。アーシングシーツにくるまりまくってるね。デブ子が来ました。キョロキョロしてウケるね、姫ちゃんって本当に。